裁判では生活保護費が2013年からの3年間で段階的に最大 10% 引き下げられたことは、憲法で定められている健康で文化的な最低限度の生活を下回る生活を強いるもので違法であるとして、岡山県内の受給者が国などに対し処分の取り消しなどを求めているものです。今日の裁判で岡山地方裁判所は、国が生活保護費の基準額を調整した際、一般の低所得者世帯の消費水準に近づいているか検討や検証をしないまま基準額を改定したとし、裁量権の範囲の逸脱または乱用があると言うべきであるとして処分の違法性を認めました。そして国などに対し原告28人分の処分を取り消す判決を言い渡しました。今の気持ちは嬉しいです。今よりは少しはマシな生活を送れると思います。基本的には弁護士によりますと、同様の裁判は全国29の地裁で提訴されていて、今回が18番目の原告勝訴の判決となりました。